こんにちは、クリッカートミーです。ついに日本への導入が開始されることになったレクサスのミドルクラスセダン ES。 インテリア面ではレクサスの名に恥じない優雅さを確保しつつ、北米をメイン市場に持つモデルらしく、しっかりした実用性も備えています。インパネからコンソールにかけての配置やデザインは、座った瞬間に基本的な操作系を理解できるもの。木をてらった部分はなく、基本に忠実なデザインが行われています。運転席側は機能に徹し、適度なホールド感が与えられたデザイン。助手席側は広々さを強調したデザインとなりますが、どちらもドアトリムとの連続性が確立され、文句のない優雅な雰囲気が醸し出されています。メーターは TFT 液晶を用いたものです。デザインはアナログ基調になっていて、直感的に車の情報が得られるタイプのものです。時計もアナログ式が採用されます。アナログ時計は高級車には必須のアイテムとなっています。直感的に時間を把握できることと、室内の高級感を増すことが大きな採用理由です。 ES のアナログ時計は単なるアナログ時計ではなく、 GPS 信号による時刻補正付きで正確さも兼ね備えるところが大きな魅力となっています。フロントシートは適度なサイドサポートが与えられたフォルムでのコンフォート性とスポーツ性を兼ね備えています。このクラスのシートはともするともっさりしたデザインとなりがちなものですが、抑揚のある形状を採用することでパーソナル感にあふれたものとなっています。リアシートのスペースもたっぷりと確保。基本モデルのリクライニングは固定ですが、バージョン L では8度のリクライニングが可能となっています。またリア用エアコン吹き出し口も装備します。アクセサリー電源は 12V ソケットがフロントコンソールボックスに2つ、 USB ソケットはフロントに通信機能付きが2つ、リアに充電用が2つ装備。バージョン L は 100V 1500W の AC ソケットも備えます。またオプションですが、スマートフォンなどを非接触充電できるトレイの装着も可能です。 ES はハイブリッドモデルですが、駆動用バッテリーをリアシート下に搭載することでラゲッジルームを犠牲にしていません。ラゲッジルーム容量は443リットルで、 9.5 インチのゴルフバッグ4つ、もしくは77センチサイズと73センチサイズのスーツケースの搭載が可能です。リアシートセンターコンソール部分を使ったセンタートランクスルーで長尺物の搭載も可能。トランクリッドはバンパー下に足を入れ込むことでオープンするハンズフリー機構も備えます。